はい、撮影を再開します。滑川アイランド駅から少し走ってですね、まあ、ほんの少しで、これ滑川漁港ですね。で今入ってきたんだけど、まあ、多分向こうエリアは、漁港関係者の方しか入れないエリアです。でこっちは多分大丈夫なんだけど、このね上にこう神社が、階段こう上がっていくと神社があって、はい、で今からちょっと行ってみたいと思います。いや日差しが暑いな。もうね袖とかはねこうやって長袖着てるから全然大丈夫なんだけど、このね足ここがね日差しがめっちゃ暑くて、皮膚が痛いねやっぱ。でこの神社ねちょっと名前調べてないんだけど、これねなんでここ来たかっていうと、2000ね確かね4年か5年ぐらいにいとことねそのお線転がしに来ようとっていうことで電車旅みたいなのやって、お線転がしだけじゃないけどいろいろ見て回ろうっていうんで回ってきて、勘違いしてねここがお線転がしだと思ってきた神社です。よいしょ。これ何神社なのかな。結構高いよ。でここも崖の上だし、なんかね知らないけどここ俺線転がしじゃないってことで、その時結論付けちゃったんだけど多分違うだろうってことで、なんかうやむやに終わったっていう。であそこのさっきのお線転がしの入り口がねちょっと当時分かりにくくて、でラブホテルだったしね、であんまちょっと行くのなっていう、そのいとこが何歳か下のね女の子だったんで、その辺うろうろするの嫌だなっていうのもお互いあって、でここがお線転がしだって勝手に勘違いしたまま結論つけてしまったっていう。八坂神社さんですね。いや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 、むっちゃ暑い。よし、じゃあちょっと早速今度はちょっとお参りですねしてみたいと思います。神社のね、そこのガラス越しというかガラスに反射して滑川の海がこうね漁港の様子が見られるっていう。よいしょ。いや狛犬さん、狛犬さんがこっち見て、狐さんとお稲荷さんがお出迎え、そしてお見送りをしてくれてるようでありがたいですね。ありがとう。よっしゃ、この階段怖いな、こっから見ると。もう漁港のね、皆さんも、すっぱだかになってたな。なんか、ラッシャー木村みたいなお父さんが、真っ黒になって、海の男って感じだね。かっこいいね。なんかね、大工さんとかで海のね、漁師さんとか農業やってる方とかね、ほんとかっこいいなと思うよ。ものづくりをこうされてね、で暑い中で悪天候の時とかもあるだろうし、でもねそういう方たちがいて本当に日本が支えられてるって、まあ仕事にね携わる人はそういう職種の方だけではないけど、
実質なんかそういうなんか実感させてもらえるというかね、うん、よいしょよいしょ。いや、なかなかハードな、よいしょ、汗が止まらない、よいしょ。というわけで、滑川の、八坂神社からお送りしました。はい、それではまた。申し訳ない、途中で電池が切れてしまいました。ということで、締めですね。上総興津駅。はい、ここがゴールです。セブンティーンアイスでも買って、うん、ちょっと体をのほてりを、ね、沈めて帰ろうと思います。なんかシンボルのこれはなんだ、フラミンゴか、いや暑いね、いやなかなか、よいしょ、腰をつけて、はい、じゃあそれじゃあ、今回の房総ポタリングの旅は、これにて終了です。はい、近々またどこか出かけると思いますので動画を撮りたいと思います。それではまた。